夢で見た風景が続く不思議な気分だ。別れのシーンなのに悲しい気分なんてないな。君の足取りはとても軽やかで、見ていて気持ちがいいくらいなのさ。リンゴを食べたお姫様、眠りから覚めないお姫様、ガラスの靴をどこに忘れてくればいいのかな。光り輝くダイヤモンドよりも、心ときめかせる事を、今の君は見つめそして旅立つ。一日に出会えたのだろう。なんて素敵な空なんだろう。すいこまれてしまいそう。君はまだ見たことのない世界へと、憧れそして辿り着く事を信じてるんだ。素敵なお嫁さんに憧れてた頃と、